んで東大行こうと思ったんですか。電気試験で、あと本当2点ぐらい足りなくて、はいはいはい、落ちちゃって、はい、スタントフォレストで行けたって。はい、ひろゆきさんに相談してたし。そうなんですよ。普通に家事作家とかやってたし。いやー、あれは本当に、おはよう、始まりました、もちちゃん。さあ、今回はもちちゃんにおいでいただきました。すごい早かった、今。こんにちは、映画 YouTuber のもちちゃんです。ちゃんです。これ最近もう廃止したんですけど。廃止した。ちょっと冷静になったら、はい、自分の美学に反するなと思って。反してたんですね。廃止しました。廃止しちゃった。はい、では森てっちゃんですよ、いただきまして。はい、ね、メインチャンネルでトークでは初めて登場して、うん、問題解いただけです ね問題解いて、しかも結構なグダグダぶり。誰かさんのせいで結構なグダグダぶり。今回初めて普通に喋る感じなんですが、はい、今は映画系ですけど、そうですね、なんたって東大卒ですから一応ね。すごいですよ。なんで東大行こうと思ったんですか。やっぱなんとなく上をね、目指そうっていう気持ちがあったんで、うん、となるとやっぱ東大かなって。東大しかないと。女子率が低いとかよく言われますけど、うん、女子率は低かったですね。でも行こうと。はい。それいつ頃からでも思ってました。でも中学3年生ぐらいかもしれないですね。中3の時はもう、うん、中3で初めて塾に行ったんですよ。おいおいおい。塾に行って、でそこでなんか結構勉強するようになったら、うん、模試とか受けるじゃないですか、はいはい、でなんか北海道内順位みたいなのやつが出て、うん、あ、なんか意外といいぞみたいな。そうね、そうです、北海道出身ですから。はい、なんかそういうのでもしかしたらいけるんじゃないかみたいな。はいはいはい、これ全国いけるんじゃないかと、うん、それまではもう北海道といえば北大目指しそうね、うん、みたいな、なんとなくね、うん、そういうのがあったけど、中学3年生でなんかちょっと、あら、違う世界が見えてきたぞってなりましたね。ほうほうほう。そうなって高校時代塾予備校とか行かずに勉強したんですか。そうです、そうです。高校の時は1年だけバドミントン部入ってたんですけど、はいはいはい、そっからはもう帰宅部で、まあ友達とも遊んだりしてましたけど、うん、結構ねちゃんと真面目に勉強してたんですよ。勉強した私にしては珍しく、私にしてはもう人生の中で、あそこだけこう真面目だった期間。参考書とか覚えてますか、こんなんやったとか。覚え出た、クレヨンしんちゃん。でも英語で言うと、はい、フォレスト。でもフォレストとかで文法やったら、うん、あとはもう結構基本は過去問とか、はいはい、なんか文章系のやつの参考書の3冊ぐらいセットのやつをやってた気がするんだけど。3冊セット、どのセットだろう。覚えてないやってましたね。まあ基本独学でやったわけですね、はい、すごいですね。でも私前期試験落ちてるんでね。あ、そうなんですね。前期試験で、うん、あと本当2点ぐらい足りなくて、はいはいはい、落ちちゃって、はい、その時は後期試験がまだギリギリあった時だったんで、推薦がなかった、ね、そうなんです、はい、なんとかそれを頑張って書いて後期で合格したという。すごい。後期ってことは英語がっつりやったってことじゃないですか。英作文書けましたね。でも本当なんかシンプルな単語でしか書いてなかったです。おいおいおい、とにかく減点されないように書きました、ね、お、なるほどなるほど。英語力でじゃあ、はい、東大に行ったわけですね。そんなにないけど英語力。はい、もう受かった時どうでした。いやー、もうこの世で一番嬉しかったですね。この世で一番。あの世瞬間においてその瞬間においてこの世で一番嬉しかったです。この世で一番嬉しかったです、はい、シャーみたいな。後期ってやっぱ合格発表が遅いんで、遅い。私ももうなんかこれ早稲田に行くかなと思って、本当に物件探しもしてたし、はいはいはい、なんか入学手続きみたいな、なんか英語の試験とかね、なんか受けたりして、なんかバタバタして大変だった時だったんで。高校卒業後ですもんね、全然もうすごい後で、早稲田のね学費を見て、あ、高いってなってた、ね、高いってなってたから。え、早稲田どこ来たの。政治経済です。あ、やっぱり一番やっぱ政経じゃなきゃみたいな、もうそれ以外は。そんなことない、そんなことないですけど、トップ学部みたいな感じで、はい、え、早稲田以外受けたんですか。センター利用で早稲田を受けて、一般では上智とかを受けた。あ、じゃあやっぱ影響だったんじゃないですか。英語強かったんですね。影響だったのかもしれないですね。単語帳とか読んなかったの。やりました、やりました。シスタンかな。あ、シスタン、スタントフォレストで行けたと。はい、いや本当に本当に、なんか鉄壁やっとけばよかったなと思いました。はいはいはい、もっと難しいやつで、うん、リスニングとかできたんですか。あ、リスニング、あれやりました、東大リスニングの定番のやつ、キムタツのやつ。そう、キムタツ、懐かしい。キムタツやってましたね。どの科目が得意だと。数学ではない。でもなんかどれも、あ、そこそこできました。そこそこで。で、東大入って学部は、学部は文2から経済ですね。そうですね、
経済だなっていうのあったんですか。当時はね、バリバリビジネスウーマンとして働くぞみたいなね、こう憧れがあったんで、やっぱじゃあ経済かな、アホな理由で行きました。でもどうだったんですか、東大入ってみて。東大入ってみて遊びました遊びました遊びました。どういうはっちゃけを。これがね、なんかね、あんまりね覚えてないんですよね。気づいたら1週間が終わるって感じですね。わお、怖い怖い怖いみたいな、怖い怖い大学生活、授業あり、はい、バイトあり、はい、飲み会ありみたいな感じでね、気づいたらこう1週間終わってるじゃないですか。そういう感じになっちゃったわけですね、はい。でも YouTube はどうやって始めるんですか、そんな中。あ、でも YouTube は本当に私大学4年の3月に始めたんで、はい、ほうほうほう、もっと早く始めとけば今頃雪犬になったかもしれないですね、はいなるほど。ちょっとあのブームからは少し遅かったですね、はい、あ、遅かった、もったいなかったんですね。2018年ですから、はい、半太郎さんなんかはね、すごい早くやってますけど。嘘だよね同じ時期で。半太郎さんなんか誰にも見られてなかったですけど、ね、最初ポンとどうやって行ったんですか。東大留年しましたって動画をね、はい、1本目に出したら、はい、ポンと最初にして頂上だよね。逆に辛いですよ、本当に。なんかその時は本当にまあ1本目の動画もすごいバズって、もう2日で何万人みたいな感じで登録者が増えたし、何出しても伸びたんですよ。はいはいはい。なんか YouTube ってこんな感じなんだと思って、他の YouTuber が味わってる一番なんか大変な下積みの時期をすっ飛ばしちゃったから、その後逆にこうね、もちろん再生数なり人気ってこう落ちていくわけですよ。その時に辛くなっちゃったんですね。あ、 Vlog の先駆け的な高学歴 YouTuber たちの Vlog ね、たくさん今はありますけど、その時本当東大で YouTube やってた人が数えるぐらいしかできて、今で言うともういっぱいいますけど、当時はねコンソメエナジーとか、ああはいはいはい、うん、あとクイズノックは当時から人気でしたけど、まあアキトさんとか、はいはいはい、数学ですね。そうですね、本当なんか結構知られてるのはそのぐらい で、 で女子はいなかった。それだけでなんか結構話題になったみたいな。あ、でも始めようと思ったら留年した悔しい YouTube で言ったらって思ったんですかとりあえずネタになりそうだし、うん、やってみるかと。へー、すごかったじゃないですか。普通に家事サックとかやってたし。いやー、あれは本当に今考えてもね、なぜあんな機会があったんだろうって感じですけど。で、普通に僕見てましたからね。あ、もっちゃんを知らない中で見てました。家事サックさんの動画、あ、懐かしい。その後普通に知るときに、うん、あのもっちゃんだって思いましたでも家事サックさん本当なんか優しくて、うん、私が出たのって本当2本目か3本目の動画なんですね。そうそうそう、すごい最初。でまだ家事サックさんが1万人とかそのぐらいだったわけで、でもうそっからもう100万人になっちゃったわけですから、もう私のことなんてね、すっかり忘れてるだろうと思ってたんですよ、うん。そしたらなんかたまたま家事サックさんの動画で駄菓子屋に行く会があって、はいはいはい、そこになんかもっちゃん団子っていうね、はいはい、お菓子があるんですけど、うん、それでなんかあ、もっちゃんさんコラボしてくれたなみたいなことを動画で言ってて、あ、覚えててくれてるんだと思って、すごい嬉しかったですよね。素晴らしい方ですよ。普通に見てました。髪も長かったしね。いやーね、いやーね、いやーねいやでも、ね、YouTube はやっぱ大変ですか。うん、本当に思いますけど自分自身も。もう最近は私はもう YouTuber と言いながら自分 YouTuber と名乗っていいのかなと思ってるぐらい、ある意味サブ的な位置づけで YouTube を人生においてはやってます。ひろゆきさんに相談してたし、ね、そうなんですよ。いやーね、いやーね口癖になってきちゃったサムネのカジサックひろゆきするか確かにね、そういう意味だとなんかコラボは本当にいろんなすごい人とさせてもらってます。あれは純ダイアリーでひろゆきさんに人生相談する企画を取るんで、もっちゃんさん出てくれませんかってしゅんくんから LINE 来て、だいたいしゅんくんがいきなり LINE 来るんですけど、悩んでますよねそうそうそう、あのもっちゃんさんネオニートですよねって来て、ネオニートに悩み相談してほしいんですあ、じゃあ私もちょっとまあひろゆきさんとはね話してみたいからいいよって言って、すごい、しゅんくんは本当に行動力がすごいんでね、いずれ多分いきなり来ますよ。いきなり予備高校士の実力、予備高校士が面接受ける動画撮りたいんですけどって多分いきなり来ます。お願いしますわかんないけど見ててくれてないと思うけど、あとほらブレイクスルー佐々木とかもね、うん、めったにコラボしない当時はね、懐かしいな。たくみさんなんかと思う、たくみさんは本当映画とかになってからも SF のね解説とかで出ていただいて、本当ありがたい限り。い
本当にもう今その YouTube 以外でやってる仕事もほぼほぼ人の紹介なんで、うん、本当にありがたい。ありがとうございます。仕事くださる皆さん、ぜひぜひちゃんと貼っておきますのではい、うん、私に仕事ください。東大卒のネオニートネオニートって何なんだってなんか本当いろいろ仕事を掛け持ちすぎて分かんないんですけど、週1日2日働いて YouTube1 日2日やって、あとの3日は映画見たり遊んだりするみたいな、週休4日か3日ぐらいな感じで、いいじゃないですか。これでいいのかなと思いながら、今後なんかやりたいとかないんですか。割とこの5月ぐらいから映画の宣伝側として関わるような仕事もちょいちょいさせてもらえそうな感じで、そういうのも含めると新しい仕事が、うん、イベントとかにもね、そうですね、出てますもんね。 YouTuber でイベントやろうって言ってちょっと緊急事態宣言でなくなりそうなんですけど、ああそうなんだ、ね、なんか映画のやつがあったりとか、そうそうそう、あなんか子供になんかやってた時ありましたね、そういえば。あれも謎の仕事ですよねYouTube のクリエイターとしてもっちゃんが来てくれましたみたいな感じで子供たちに、ね、子供向け YouTube ワークショップ。でもあれは最近こうテレビで年間百何十万とかやってる、はい、ますけど、それではなくて、それはあのララポートのブースで無料でできますよってやつですから、はい、なんですか、とは違うって今いやいやお金炎上しないよ、まあ、じゃあ映画系の仕事がこれそうですね、これからはいろいろやっていきたいなと思ってます。これはもっちゃんですね、反省を振り返って反省しましたか、分かんないですけど反省しましたねYouTube ってとりあえずやってると、まずこう登録者を目標に置いてやっていこうとするじゃないですか、はいはい、でも今ってなかなか今までみたいに全員が右肩上がりじゃないし、再生数のこう奪い合いみたいなね、そうそうそう感じになってってる中で、それだけでモチベーション保つのって結構大変ですね。数字では昔は本当にもう登録者って増えていくものだっていうのが当たり前でしたけど、最近は減りますからね。減りますよね、ライブ配信したら減るとかね。そうそうそう、全然僕もだって4月は減り続ける感じだったんですけど、やっぱ一番が4月の自分の誕生日にライブした時が一番減りましたとんだ誕生日プレゼント誕生日は多分200人以上減ってると思いますねでもそれはあれですね、合格した人が、あもう勉強はそうそうそういらないって言って4月に解除してくるんで、ある意味いいことといえばいいことですけどこいつの誕生日なんかどうでもいいわみんな合格したってことですね。そういうことです。よかった、やるとといやもう超久しぶりの女性ゲストだと思うので、ベルさん以来、飯泉先生おお以来か、またもっちゃん呼んでっていうのが多分いっぱい来ると思うんで、私がその分うなぎを食べれるのでいいコメントをサブちゃんの話サブちゃんの、ね、サブちゃんでね、はい、うなぎをご馳走していただきました。はい、ということでもっちゃんに来ていただきました、ありがとうございました。バイバーイ。